ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。ではですね、いろいろと調べてきましたよ。序盤でできる錬金ですね。いくつかやっていきたいと思います。うさぎの尻尾と、あとヘアバンドを足してあげて、できます。これがジェシカの頭装備ですね。うさ耳バンド。これが強いです。序盤でつけてあげるといいでしょう。でもって、革の帽子とキメラの翼。二つ作りたいんだけど。オッケーオッケーできた。これが、ヤンガスと主人公用の頭ですね。ヤンガスは羽帽子じゃなくて石の帽子っていう手もあるんだけど、その場合は石の斧を消費しなきゃいけなくなるんで、ちょっと、コストが悪いかなって感じかな、序盤は。あれ？どこ行っちゃった？袋の中入っちゃうか。うさ耳バンドをジェシカにつけてあげまーす。だいぶ防御力上がるね。羽帽子もだいぶ、革の帽子より6強いのかな？革の盾ってなんか使えたような気したかな。あ、革の盾とブロンズナイフで青銅の盾なんだよね。だからブロンズナイフはもうないんですよね。で、自分は盗賊の鍵を選択しました。盗賊の鍵を選択しました。おかげでですね、小さなメダルとかが手に入りましたね。ダガーナイフとか。トラペッタとか戻って、はい、取ってきましたって感じです。よし、じゃあ参りましょうかね。だいたいこんなもんだと思います。序盤でできるものっていうか、現状できる錬金はこんな感じかな。石の斧ととんがり帽子で石の帽子を作るかどうかってとこですかね。あ、ヒノキの棒とダガーナイフで鉄の槍っていうあれがあるね。ちょっとやってみようか。ヒノキの棒と鉄の槍？じゃあ、ヒノキの棒とダガーナイフだ。あ、でも鉄の槍ありますね。じゃあいいや。ここが修道院。ひどいこと言われた。とんでもねえ願いとか。どうに。とりあえずみんなに話しかけてみる。せっかく来たしね。もうなんかさ、いや日本に住んでるからとかあんま言いたくないけど、馴染みがないからさ、この信仰っていうものにさ、正直ハテナマーク多くならない。免罪符みたいな。みたいな。お金払うのそこにみたいな。ちょっとね、やっぱよくわかんないよね。ミサとかさ、言われても、んって感じだよね。出ました、ククール。さあ、キーワード出てきましたね、ククール。これが騎士団員たちですね。なんだ、怪しい奴め。この先は許しを得た者しか入れてはならぬと決められている。この青銅騎士団の刃にかかって命を落としたくなくば早々に立ち去るがよい。入れるなとは命じたが、手荒な真似をしろとは言っていない。青峰君、我が青銅騎士団の評判を落とすな。これはマルチェロ様、申し訳ございません。私の部下が乱暴を働いたようですまない。だがよそ者は問題を起こしがちだ。この修道院を守る我々としては、見ず知らずの旅人をやすやすと通すわけにはゆかぬのだ。なんか合ってますね。マルチェロはすごい合ってるな。青峰君だな。ただでさえ内部の問題に手を焼いているという。話が逸れたな。
この建物は修道士の宿舎。君たちには無縁の場所ではないかね。部下たちは血の気が多い。次は私も止められるかどうかわからんからな。また何とも言えないこの感じな。いいやつなの。でもなんか気立ったらしい。みたいなね。まあね、このマルチェロという方はね、ぜひ名前覚えておいていただきたいなと思います。マイアラ修道院はゴールド、サベッラと並ぶ世界の三大聖地。ここら辺のね、聖地ゴールド、サベッラ、このあたりもね、覚えておいていただきたいと思います。そっか、サベッラの方に祈りを捧げてるのか。会うべき人に、会いたくて、ここに来たんだけど、会えるのはまだ先の話なのかな？いろんなとこにドアがあってわけがわかんないけど、どっから出てもいいのかな？外に出れたね。すげえな、BGM。さすがにオーケストラ版は違うね。あ、小さなメダル。そう、エイトはね、メダル王子、メダルの、メダル王じゃなくてメダル王女なんだよね。すごい綺麗な方なんだよ。あ、下通れるんだな。あ、でも特に何かがあるわけじゃないのかな。タルだ！しゃあタルだ！壊せ！聖水か。じゃあ、ルーラで飛んじゃった方が早そう。これでマイエラの、多分手前に。あ、オッケーオッケー。ドニーってとこに行きたいんだけど、これ入って、この奥出た先かな？多分。そこで宿を取れって言われたもんね。で、それで帰ってきたらきっと会えると思う。お、出た。こいつ強いんだよな。砂煙がめんどくさいんだよね。おかしな薬。多分錬金用ですね。人面鳥か？なんか新しい敵がちょこちょこ出てきますね。これは、鬼闘士かな？鬼面同士？鬼闘士かな？どっちだろう？鬼闘士は違うな。あれは鬼面同士の緑色版は何だったっけな、名前。また、道は逸れてる。こっちだ。危ね危ね。皆さんはね、見えてないんですけどね。自分は地図見ながらね。この下画面がね、ちょうど地図になってましてね。それを見ながら来てるわけなんですけれども。よしよし、着いた着いた。まず寝る？夜だし。なんかいいもん売ってないかなぁ。なるべくね、なるべく、進めたいからね、動画はね。探索ももちろんしたいんだけど。まあ、この村の探索は裏でやるか。こっちでやっておきます。多分ね、ドニーの町では大して何かするってことはないと思うんでね。この武器防具の店をちょっと覗いて、なんか必要なものがあれば購入するくらいの感じでいいのかなとは思っています。あれ？これ武器防具の店なんじゃないの？下が酒屋で上が武器防具かな？じゃあ。あれ？待って待って。いたいた。いやー、ぐるぐる探し回っちゃいましたよ。外出てどっか行ってみたいとか。やっと見っけた。これでイベントが先に進みます。今は真剣勝負の最中でね。後にしてくれないか？誰の声だ？わかんない。真剣勝負だと？おい、この腐れ坊主、てめえイカサマやりやがったな。まあまあ、あんたもそう興奮すんなよ。負けて悔しいのはわかるけどよ。なんだと？
てめえらこいつの仲間だな。違うよ。いい加減にしやがれ。妙な言いがかりをつけるとただじゃおかねえ。いい加減にして頭を冷やしなさいよ、この単細胞。いやエイトのその仕草すごいわかる。おお、すげえびっくりしたわ。兄貴に何しやがる。女だからって承知しねえぞ。女一人に二人がかりとは格好が悪いんじゃねえのかい。ヤンガスかっこいい。うるせえ。よくも子分たちをやってくれたな。棒立ち。あ、それはダメ、それはダメだ、ジェシカさん。危ない危ない。うれしそう。あんたら何なんだ。ここら辺じゃ見かけない顔だが。誰だ誰だ。どっかで聞いたことある声だ。まあいいや、とりあえずイカ様がバレずに済んだ。一応礼を言っとくか。あんまりいいかもだったがついやりすぎちまった。合ってるね。でもね、おっとグズグズしてたらあいつらに見つかっちまう。怖い怖い。何か俺のせいで怪我をさせてないか心配でね。大丈夫かい。あいにく平気よ。じろじろ見ないでくれる。助けてもらったお礼と今日の出会いの記念に。俺の名前はククール、マイエラ修道院に住んでる。その指輪を見せれば俺に会える。会いに来てくれるよな。じゃあまた。マイエラ修道院のククールだ。忘れないでくれよ。よくそんなセリフ言えるよな。おい兄貴、ここにいたんでげすか。あいつらコテンパンにとっちめてやりましたでがす。いい、そんな指輪受け取っちゃダメ。マイエラ修道院まで行ってあの軽薄男に叩き返してやるんだから。もうなんかチームワークみたいなのは全然感じないけどね、今のところは。ほんと個性豊かな3人がポツポツポツと集まったみたいな感じな気がするわ。あ、ここでは喋れないんだな。喋ってくれないんだな。